そしてここまで首位を保ちながらこのトルコを相手にグループ内ここで2位ということになってしまうんでしょうか。スウェーデンです。ユングベリ、ユングベリ、ここは勝負、ゴール前、これはチャンス、同点だ。またノーマークですね。ラーション決めた、同点。最後の3分ですか、この時間帯に追いつきましたスウェーデン。いや、倒れたまま起き上がれません。ルストゥ、ここまでしっかりと守っていたこのゴールマウス。ここでね、この折り返しのボールがもう素晴らしかったですね。さすがですね、ここラーション素晴らしいですよ。ここに入ってこれるのが2人いますもんね。ここでね、ボールかなりみんなウォッチャーになったんですよね。でオーバーヘッド気味の折り返しを